いっこさん、こんにちは。障害という言葉自体を私が発するのは苦手なんですよね。障害っていうと、なんかね、面倒事、厄介事っていう感じの並びなんで、何と言っていいのかわからないんですけども、私は一つの個性なのかなというふうにいつも捉えてるんですよね。でも、あえて今回の動画では障害という言葉を使わせていただいて、障害者という言葉も使わせていただきますけども、私はね、実は、療育支援といいまして、知的障害児のお子さんを何人も担当しながら、店舗とか会社を経営して社員をやっぱりね、こう抱えていたわけなんですよね。その時いつも思っていたのが、言葉の通じない、自閉症の方とかね、発達障害の方をこう、お世話したりとか、本当にこう生まれながらにして全身麻痺の小学生の男の子とかね、小学校6年生とか中学生の男の子とか、あとはやっぱり自閉症の女の子とかをね、こう介護というか外出支援をしてる時に思ったんですけども、一つはね、騙して人に迷惑をかけようっていう子はいないんですよ。もちろんユーモアとかね、ちょっとした冗談みたいな、嘘みたいなのありますよ、ありますけども、例えば石を拾ってきてお団子だよみたいなのをやってきたりもありますよね。でもそういうのはあるんですけども、人を貶めるためとか、自分を正当化するために巧妙に何かを仕組んだりとかね、悪質な計画をしたりとかすることはないんですよね。で、かたや会社に戻ると、会社のね、指示命令っていうのは、指示書っていうのを渡してやっているんですけども、それをいろんな言い訳をしてできなくて、しょうがなかったんだっていうことをね、言葉巧みに言ってくるわけなんですよ。で、あとね、故意に人のものを取ったりとか、お金を借りて返さないとかね、カーッと来て人をぶん殴って怪我をさせたけども謝りにもいかないとか、そういうふうな人間模様っていうのは結構あるわけなんですよ。でも多分ね、皆さんの周りにもあると思うんですよ。じゃあ私は、ね、いつも思ってるのが、どうなってんだと。言葉の通じない療育に関わる、私のね、担当してる非介助者といいますかね、その障害を持たれたお子さんとかは誰も傷つけないわけですよ。誰に対しても戦いを挑まないんですよ。誰も騙さないんですよ。でも私が会社に帰ると、自分の欲のために人を騙す人がいたり、自分の欲のために人を陥れて、追放したりとかね、それが人の金を意図して取ってしまったりとか、自分の欲望のために人の土地を取ってしまうとかね、そういう人で溢れてるわけなんですよ。で、自分の属してる会社の悪口を言ったり、会社の備品を盗んだりとかね、私はね、どっちが障害者だといつも思いながら生きてますね。だからね、本当そうなんですよ。今回クラリオン星人って言葉が出てましたけども、もしかしたら私たちはね、非常に大きな勘違いをしてるんじゃないかなと。自分は障害者じゃないよっていうふうに思ってる人が最も障害を持ってるんじゃないかなっていうふうに考えることもあるんですよ。だって私たちは間違いとか勘違いとか思い込みの連続ですよ。なのにね、なぜか人を見下ろすように、見下すように、あの子は障害児だからとかね、あの子は急に何言い出すか分かんないから、あの人ワーワー騒いでなんか気持ち悪いよねってなってるんですけども、人間はいつ急に叫び出しても別に悪くないですよね。急に走り出してもいいわけなんですよ。わざわざ社会ってものを作ったり、わざわざ常識ってものを作ったがゆえに、常識から外れてるものを異常とかね、障害って呼ぶようになってしまったという悲しい、いきさつがあるんではないかなと思うんですよね。そしてクラリオン星人なんとかというふうなね、今回動画を見させていただきました。もちろんそういう考えも私もあるんですよ。私が思ってるのは、地球上のね、人口が75億人とか今言われてますけども、こういうことも考えてます。昆虫の生命の数も75いるんではないかなと。そして昆虫一人一人、一匹一匹に生命と意志があって、私たち人間を一匹が一人を担当して操作してるんではないかなと思うんですよ、リモートコントロールで。で、誰かが虫をペチャンと殺すと地球上の誰かがダンと死ぬみたいなね、そんなことを考えたりするんですよ。こういう発想もだからね、ちょっと異常なのかなと思いますよね。あと別の例えなんですけども、深海魚って言いますよね。海の底に漂ってる魚たちです。一生を人間たちが見ることはないですし、研究対象とか新種の発見という対象になることはないですけども、同じようにですね、非常に知能の高い深海魚っていうのは、もはや自分が動くことはなくなって、自分のその脳波でね、地上に出ている人間どもとか動物どもを操作して、いろんな争いとか貧困とか飢餓とか欲望とかを操作してるんではないかなと。で、私たちは深海魚に操られて、誰かを好きになったり嫌いになったり、戦ったり泣いたり喜んだりしてるというね、完全にロボット状態、もうリビングデッドになってるんじゃないかなっていうふうに想像しながら生きてるわけなんですよね。だから人の痛みっていうのは、ちょっと客観的に見ると本当にね、なんか滑稽であってね、
主観的に見ると必死で、それこそね翻弄されてしまったり狼狽するんですけども、客観的に見るとね本当になんか、日々同じような繰り返しが何千年も前からあるなと。歴史上の人物がやったミスを犯して、今までね多くの方が持った欲望をまた自分も持ってみてとかね、滑稽だなと思うところもあったりするわけですよ。さあそれですね、金八先生というドラマがありましたけども、この中でもね、すぐに人を殴る障害があるやつがいるとかね、すぐになんとかかんとか、すぐに切れる障害があるとか、でも要するにみんななんかの障害者じゃないかと。障害認定ってものがあったりなかったりするけども、誰が普通なのか、誰が健常者なのか、それは誰が決めるんだ、どういう基準なんだっていうふうにね生徒たちを問い詰める面があるんですけども、誰も答えられないですし、私たち視聴者もそう言われて分かんないんですよ。じゃあ誰が基準になるのかと、誰にとって障害児なんだ、誰にとって、障害があるとかね、いうふうに決めるのかっていうことになってくると途端に分かんなくなるんですよ。だから私たちは社会ってものを作って、そこに平均値を設けて、平均値を設けたからこそその平均から離れる人間を異常者とかね、バカとかね、天才とかっていうふうに色分けするようになった、要するに色眼鏡をかけちゃうようになったんですよ。だからもしかしたら私たちは本当にね昆虫とか深海魚じゃなくても宇宙人に操作されてる人間が何人かいたりとか、私たちの中では何人かがね宇宙語を喋っていて、ものすごく大事なことを言ってるかもしれないんですよ。大事なことを言ってるんだけども、たまたま日本語じゃなくてクラリオン語だったから誰も理解できなくて巨大な英知を失っているとかね、そんなこともあるんではないかなと思うんですよね。で、そろそろね動画のまとめに入っていこうと思いますけども、生物学的に言えば人類とかね生命っていうのは絶滅しないようにいろんな性格とかいろんな遺伝子の違いっていうのをもたらしているそうなんですよ、わざと。まあ、ですので、あるダウン症のね研究の論文で見たんですけども、人類全員が死滅するような疫病が発生してもダウン症の子だけは生き残るんじゃないかみたいなね。そしたら将来はダウン症の子がスタンダードで、今我々が健常者と呼んでいる人たちっていうのは異常者というふうにね少数派として見られるんじゃないかなっていうふうなね、そんな論文も見て、なかなかユニークな考察だなと思ったりするんですけども、結局ね誰が基準になってるかってことは全くなくって、私たちが勝手に自分だけはまともって思いたいだけなんですよね。だからまとももまともじゃないもないわけですよ。みんなが自由に生きて自由に暮らしてるわけですよ。昨日ですね、男はつらいよっていうね映画を見てきましたけども、この男はつらいの寅さんっていうのは社会に全く融和しない人なんですよ。でも多くの人に好かれてるんですよね。だって自由奔放で何の責任も持たずに結婚もせず不安定な暮らしをひょうひょうと暮らしていて、お金もないと、将来もないと、心配事ばっかり、でも人には好かれていて、その時感じた愛情とか怒りを素直にぶつけれる本当にまともな人なんですよね。でもどちらかというと怒りたい時に怒れない、言いたいことが言えない、嫌いな人とも付き合わなければならないという、こういうふうないわゆる普通の人の方が異常なんじゃないかなっていうふうに考えることがあるわけですよ。さあそれではですね、いくこさんから送っていただいた動画、なんていう名前だったか忘れましたけどね、クラリオン星人、その他のご家族の動画はね下に貼り付けておきますので、ご覧いただければと思います。ありがとうございました。